マルセル・シュープ。マルセル・シュープは、フランスの作家。ユダヤ人。なんとの裕福な家庭に育つ。パリに出て、リセで数カ国語をすぐにマスターする。ついで、エコール・ノルマル・シュペリュールに入学し、文学士と一級教員の資格を得る。17歳の時読んだロバート・ルイス・スティーブンソンの、宝島に感銘を受け、それがシュープの小説のモデルの一つとなる。 また、因語の研究にも、情熱を傾ける。彼の生み出した一連のコントは、三文書ともつかぬ、得意な文学形式を備えており、来たるべき二十世紀の文学が採用した形式を、先取りしていた。例えば、モネルの書は、アンドレジットの、地の糧を、少年十字軍は、ウィリアム・フォークナーの、死の床に横たわれてを予告していたし、ホルヘルイス・ボルヘスも修復に多くを追っている。 シュー部の先駆性は近代小説の単線的な語りに対し、私という自己の複数性を語りの方法にそのまま採用したことに求められる。1895年に出会った女優のマルグリット・モレノと1900年に結婚するが、しかしその結婚生活は幸せではなかった。彼は自分の運命から逃れようとするように、イギリスのジャージー島からスティーブンソンが死ににやってきた。 太平洋のサモアへと船出し、1901年から1902年、サモアに滞在。1905年没。不役所に、スティーブンソンの、回帰短編集やトマス・ド・クインシーの、エマニュエル・カントの最後の日々がある。ありがとうございます。